ありがとう。ありがとうございました。あなたの新子供くん一軍とゴールドです。今日は来てくれてありがとうございます。後ろの方も見えてますよ。ありがとうございます。花子病の皆様もゼッペリのお客様もガルーダのお客様もぜひ一日楽しんで帰っていただきたいです。ありがとうございます。そして注意事項申し上げますね。え楽しんで帰らないとぶち殺す。ありがとう。はい、花子さんね、トップバッター出ていただくんですけど、昨年に引き続き出ていただくことになりました。本当に嬉しく思います。もう私の中のエンタメの神なので、もう今も楽しんで帰ってきてる、はい、うるせえな元気が良くていいぞ。で、花子さんは静止画 OK 動画 NG なので皆さん心得ておいてください。そしてゼッペリさんは静止画動画ともに OK です。いいの、いいんだよ、いいんだって、いいんだよ。そしてガルーダも撮影自由なので、よかったらぜひ見ながら、撮影しながら、楽しみながら帰ってってください。はい、それでは以上、あなたの新子供くん一軍像ガルーダでした。今日は一日楽しんで帰ろう。ありがとうございます。次は14代目トーレの花子さんです。はい、よバカ。ありがとう。
ようこそ。獅子は行くぞ。何に負けたって空虚ばっかさまよう中の会社まで開けなくおっしゃ化け物の吐息が聞こえるな。We are one, so we are gonna dance.
Yeah.
最高だよ、ありがとう。Oh, my God.
るよ。もうすぐ白くなるよ。もうすぐ雪が降るよ。よろしくお願いいたします。ならば寝ぞラスト拳掲げて帰ろう。いくぞ。リーダーだってありがとうございます。はじめまして、あなたの進化でも食いちぎるぞガルーダの崎村由比です。本日お越しいただきありがとうございました。周年主催をやったのが声がねやばいですね先週出なくなったんですよ。かわいいよ。今ステロイド飲んでなんとかなったかなって思ったら自分の気持ちよりも体力が追いついてなかったんで、おやべやべ。
すぐ治る、今昨日の年からね、急に周年取材をバッとやらせていただいて笑っちゃうね、自分で笑っちゃう、やらせていただいて、今日ね、ラッキーセブンの年になりました。去年は666悪魔の数字だからやらなきゃダメだろうと思ったんですよ。今年はね、なんか7ってな、どうしようかな、ラッキーすぎるかなって思ったけど、やってよかったです、ありがとうございます。今年もね、好きな人しか呼んでないんですよ。知らない方いると思うんですけど、あんまり主催やらなくて、でやるときはもうこの本当に自分の好きな人しか呼ばないっていう感じになってるので、だから今年も14代目トルの花子さん、そしてやったーでも私なんかエンタメの神なので、もう本当に今日も面白くて可愛かったですね。女性のインペリアドールさんのがもうライブ終わった後でも本当に可愛かったんですけど、どういうこと？前2月か3月ぐらいの他の方の主催でやっとガルーダとして、やばい大丈夫、大丈夫ガルーダとして一緒にやることができて、その時にね、やっとちゃんとライブが見れたというか、ライブって結構忙しくて見れないことあるんですよ。でもその時にやっと見れて、もうめちゃくちゃ自分の中で刺さって、で本当は何回か主催に呼んでいただいたんだけど、スケジュールが合わなかったの、出れなくて、だから自分の主催に呼ばせていただきました。もうね、本当にライブ楽しくて最高だったね、新宅本当に楽しかったで、本当に今年もこうやって無事に開催ができて、しかももう途中から私が一番楽しんでるんで、今日がこの場所が優勝現場でしょう。皆さんと一緒に私が一番楽しんでるからね、ありがとうございます。じゃあね、アンコールいただいたのでね、歌わせていただきます。まだ歌えるぞまだ歌うぞ、見てください、2座目どうも本当にありがとうございました。みんなも最後まで笑顔で楽しんで帰ってください。行くぞ、ありがとうございました。
皆さん生きてますか？あ、大丈夫そう、大丈夫そう、よかった。もう私風船これ用意したのバスバス割れてたよね。バシンバシン。ありがとうございます。ちょっと改めてね、2024年はもう上半期からちょっとタイアップリリースさせていただいたりね、今の曲をいただいたり、あのついこの間まで海外ツアー行かせてもらったりで、もうあの11月はね、もうすでに生誕決まってて、もう抑えてて、ね
早いね。9月にはもう海外ツアーセカンドまた決まってるので、まだ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 、あの歩みを止めてる場合じゃないので、ぜひ皆さんついてきてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ではここでね、今日の素敵なゲストの皆様をお呼びしたいと思います。いけるよ。嘘。ラブです。あやちゃん。なさん。あ、ちょっとあのお写真の時間で花様いただいてもよろしいですか。すいません。これ早く撮れ。花ちゃん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 。わかります。はい、お時間です。お時間です。ありがとうございます。かわいい。嬉しい。花ちゃん。花ちゃん。花ちゃん。沈まれたまえ。沈まれ。ありがとうございます。花ちゃん、あの、じゃあぜひステージにお願いします。やった、じきじきにもいただいた、ありがとうございます。そして絶世のインペリアルドール様、お願いします。もう前から横から見ていただいてありがとうございます。ぜひぜひ、あ、皆様前からありがとうございます。もうお酒飲んでる。最高です。ありがとうございます。気をつけて。みんな可愛い、絶世ですか。では皆様と写真を撮りたいので、よかったら手前の方に集まっていただいて、花子病の皆様も、ゼッテリさんのお客様もどうぞ。千葉様じゃあ、ごめんなさい、ごめんなさい、やだ、羽が花ちゃんに当たっちゃう。ごめんなさい。狂気です。じゃあ囲まれちゃおう。ゼッペリさんに囲まれちゃおう。もうちょっと。後ろ、フロアの皆さんどうですか？映ってるかな？高田の人いますね。高田？まあ、そういう日もある。え？なんでもいい。おのおの、自分が一番可愛いポーズでお願いします。はい。お願いします。はい、じゃあ1回目撮ります。3、2、はい、はい、もう1回いきます。3、2、撮りますよ。3、2、はい、もう1枚撮るか。お願いします。いきますよ。笑って。はい、3、2、撮ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今日やっぱ女の子が多いですね。すごい。すごい。来てくれてありがとうございます、皆様。はい。雪ですか？雪ですかね。はい。じゃあちょっと、では素敵なゲストの皆様を迎えて、本日は一日ありがとうございました。ございます。皆さんもありがとうございます。それでは以上、パーフェクトサークル2024でした。皆様、特典会でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、パークの風船、ありがとうございます。やばい、皆さん、お花もありがとうございました。今日初めてお会いした人は、またどこかでお会いしましょう。あなたも新婚の食いつけゾーン、ガルーラでした。